R34 ねやっぱすごいですね私がねよく見る YouTube はねやっぱ廃墟ですね廃墟、廃損こんな感じですで廃損を Google マップで調べたりとか過去の文献をインスもう検索してみてで行く人がいるんですよで細い道を通って途中から車が行かなくなって徒歩で行ったりとかするんですけどもその先にやっぱりこうねこう人が住んでいただろう土地があったりとか廃屋があったりするんですけど場合によっては何もなくて森があるだけとかね そこに何かがあったであろう石垣があったりとかねするだけで何もないところに行って草っらをこうやって移してきてで帰ってくるみたいなところをずーっとこうやってね手に汗握って見てるんですよね昔のほら木曜スペシャルか探検物みたいな川口ヒルズとかありましたけどもあんな感覚なのかもしれませんけどももう今となってはもう人の営みが全く感じられないねそれこそゴミの一つも落ちてないような過去の廃屋廃墟を見ながらねんなんかこう 当時の人の人営みとか、どういうふうにやってこれ人間関係を作っていたのかなとかどうやって町に買い物に行ったのかなとかねそもそもここの家を建てた人ってのはどこの大工さんかなとかねいろいろこう想像すると動画が終わるみたいな感じですよね本当に画像としてはどこを見てもほとんどのっぱらだけでうっそうと茂ってる木々があるだけで何にもないんですけども私の目からいろんなものが見えるんですよね。 で、ででまさにそれを知っっててどどうすすするって話なんですけどもわかんなんんけもかいですよ根底にある好奇心がそっちの方向に私の意識を向けるんでしょうがないですねこれはね。うん。まあパチンコやスロットをやってる人がねお金と時間を使ってまあ無駄なことしてるなと思うのと同じような感覚で私なんてこの YouTube みたいなねこのテクノロジーを使ってずーっと廃墟廃葬を追っているとかあとまあちょっと建設的なのは和歌山とかねそれから愛媛とかの。 古民家ですよね昔の豪邸とか武家屋敷とか庄屋さんの家とかをこうやってねリフォームしてるのを見て「わあこんな家が住めたらいいな」とかね「行ってみたいな」とか「えこれが1,000万もしないの?」みたいなびっくりがあったりとかそれでも改定はつかないぐらい近所がもう全然住みにくかったりとかするわけなんですよ。で当然自動車が行けるサイズも決まっててあまりでかい車っていうのはそこまで通らなかったりね。だから当時は 自動車のサイズも小さかったんですだと思いますけ多分人海戦術でやってたんでしょうね廃墟廃損そんな人がもういらなくなったものにまで必要を感じる人がいると結構このカテゴリーって再生数多いんですよびっくりですよいってらっしゃい